요즘 사람들은 더 이상 편지를 쓰지 않아 왜 문자 하나에 다 담길까 그 많은 얘기가 おはようございます。おはようございます。本日はキャンプでーす、はい、どこのキャンプ場にやってきたかと言いますと、はい、星に手の届く丘キャンプ場にやってまいりました。イエーイ。ここは、うん、3年前かな、うん、多分そのぐらいだったと思う、うんうん、に来た以来ずっと来てなくて、そうすごい久しぶりな感じです、うん、はい。でね、もうここは本当に人気で、うん、予約開始の日は全然電話もつながらないし、うん、競争率が高いキャンプ場です。はい。私たちが今まで使ってた、うん、DOD のかまぼこテントミニが上富良野か。そうだね。上富良野のキャンプ場で壊れてしまったんですよね。そうなんです。ポールが折れ、うん、テントが破れ、うん、もう立てられない状況になってしまいました。はい。はい、そうからキャンプ来るのは初めてだね、うん、そうだね、うん、というわけで今回は何のテントを張るのか、はい、皆様どうぞお楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、では、はい、チェックインが1時からなので、はい、行ってきたいと思います。はい。はい、お願いします。楽しいよね。ね。おお、寒い。おお、綺麗。おお、綺麗。ええー、ここ空いてるんですね。やったー。ここいいね。いいですか、ここ。はい、お願いします。はい。やったー。はい、ありがとうございます。やった、あのサイト開いてた。嬉しい。ジンギスカンを食べるレストランがついてるからさ、うん、すごい人だったね。ねえ、混んでた、うん、これ炊事場、あ、トイレここにもあるんだ、うん、うんうんうん、近いね。よし、やばい、めっちゃ広い。2段になってるからね。すごい広いよ。うわ、広っ。もうなんか個室って感じ。ね、個室だね。すごーい。プライベート空間。ね、ここで、うん、あれだ、直火で焚き火ができるんだ。うんうん、すごいすごい。うん。焚き火できるんじゃない？ね、あるよね。ここが2階でこっちが1階みたいな。すごーい。2階建てサイトみたいな感じ。じゃあまず、はい、荷物運んでいきますか。よし。というわけで、うん、新しいテント買いました。買ってしまいました。やばーい。かまぼこテントミニが壊れまして、うん、修理できるかどうかとかいろいろ問い合わせてみたんだけど、結構お金がかかりそうだったので、ここは思い切って新しいテントを買ってみようということで、はい、今回買ってしまいました。もともとテントは買いたいなと思ってて、うんうんうん、かまぼこテントだと冬に対応しきれないのかなっていうのがあって、そうだね、ちょっと今年からは冬もキャンプに挑戦したかったので、うん、もうこの機会にと思って買いました。はい、買いました。届いてから、うん、ここは開けたんだよね。そう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 、テープは切ったんですけど、うん、まだ中は見てないので一回も出してない。出してない。今回が初張り、はい、初開封ということで、はい、やっていきたいと思います。やばい。せーの、一斉の、あ、待ってよ、一斉の、よし、こちらです。サバティカルです。これは、うん、A&F のオリジナルブランドなのかな、うんうんうん、そうだね。うわ、重い。どう？重たい。じゃん。私たちが新しく購入したテント、うん、はい、サバティカルのモーニンググローリー TC でございます。はい、
冬におすすめのテントの中でも、うん、一番人気なんじゃないかなっていうやつを買いました。大人気商品やってみますか。やるか。早速説明できるかな。昨日の夜2人で必死に YouTube 見て勉強したんだよね。うん、よし、ありがとう。重たい。サイズ感的にはなんか前とあんまり変わんない感じするけどね。開けるね。うん。うわぁ、初めて開ける。色とかどんな感じ？これと同じかな？え、そうじゃん、一緒じゃない？いきますよ。はい。オープン。はい。おー、一緒一緒。え、どんな感じ？ああ、違う。違う、今までと。あったかそうだね。ね、分厚。取扱い説明書は付属しておりません。ないんだ。もうネットで見てくださいねってことだね。よし、じゃあまず出してみるね。はい、お願いします。よし。ありがとう。よいしょ。ポールとペグとこれだけか。そう、テントの布だけ。ポールは？うわー、なんかいいね。すごい、新しい。うわ、新品ですって感じ。え、太ーい。太ー。設営開始時刻見ておかないとね。そうだね。いや、ちょっとこれ開けたらにするか。まだ、まだ早い。ね。おー、高い。こんなになるの？結構大きそう、ね、テント立てたら。まずね、昨日予習したところはね、このテントの屋根っていうのかな？そうそう。についてるこのベンチレーションを、ここね、網戸みたいな、窓みたいなやつ。通気性を良くする。そうだ。それを開けておかないと、後から届かなくなっちゃうんだよね。そう、これが一番高いところに来るから、うんうんうん、届かなくなっちゃうので先に開けておきます。はい、よし。これでいいのかな、多分。お？あれこれどこから入るんだ？確かこれさ、あれ？うん。こっち入り口になっちゃうね。嘘？このチャックはなんだ？入り口？これをこう移動しなきゃいけないわ。長方形の向きを間違えた。間違ってるわ。間違えた。よし、やり直そう。やり直そう。こうか。こう行って。いらっしゃい。どこだ？もうちょっと。あ、それ。ここだ。頑張れ。よっ。お、すごいすごいすごい。よいしょ。すごくない？でかっ。どこじゃん？ここでグッて。グッてして押さえてくれる。マーカーが遅れた。このペグの位置がおかしいとか。いや、でもね、けどペグどうこうじゃなくてさ、うん、シンプルに長さの問題でさ、不可能じゃん。シンプルに長さの問題。数学。壁にぶち当たっている。またあんまりやったら破れちゃう。さすがに1回目で破いたらもう、キャンプ卒業した方が良くない？なんか、このサイドポールっていうのを立てるんだけど、うん、ここのね、まずね、この穴と、うんうんうん、上のとこの下にも、はいはいはい、この穴。ここに入れるんだよね。はいはいはい。だけどね。あと一歩で入りそうだよ、でも。あ、なんかと、え届かないんだよ。入れないんだよね、上が入っちゃう。下から入れるのかな。でも変だよね。そんなことないよ。下からやってみよう。下から入れる。ダメだね。お隣さんも同じテントなの。ちょっと聞いてこようか。めっちゃ早いんだけど。早い、もう終わってる。うちらよりだいぶ後に来たのに終わってる。これが入ればもう完成なのに。なんで入んないの。私たちはいつまでテント設営してるんでしょうか。どうしようもないから、とりあえずやっちゃおう。うん。やっぱりどうしてもこのサイドポールが入らなかったので、下は本来の穴のところに入れて、上はちょっとこの、こっちじゃなくて、横の、この紐をつけてるところに、とりあえず、刺してみました。疲れた。お疲れ。約1時間経ちました。うん。ちょっと未完成
ちゃ未完成ではあるんだけど、完成したっちゃ完成したので。どうですか、この初張りっぽい出来。ちょっと入ってみて。ね、これ中の感じ見てみたい。はい。あ、これは、フルメッシュ。フルメッシュでございます。すごい。めっちゃいい。中は、じゃーん。オープン。お、広いね。めっちゃ広いよ。うわぁ、すごい、あったかすごい、うわ、高いわ、上がこんな感じで。ここがね、ちょっと虫が集まりやすいんだよね。なるほど。モニグロの弱点？そう、弱点なんですよ、これが。なるほど。で、あとこれ？うん。この長い、テローンって垂れてる。うんうんうん、ここは、ここの窓を開けるのに。おー、すごいすごい。これを使って、こんな感じ。うんうん。ここ閉める。おー、いいね。便利だね。開けておこう。横っちょにも、チャックがついてて、うん、ここも網戸にすることができる。こうくるくるっとまとめておくこともできるみたいだね。うん。うんうん、で、後ろも、ガバーっと開けれるんだけど。そうだそうだ、後ろも開くわ。こんなに開く。で、それもまくり上げれるから、うん、こうやって全部見えることができます、うんうん。これからはね、ちょっと何回か練習してさ、うん、もっと早く立てれるようにと、そうだね、もっと綺麗に立てれるように練習したいと思います。うん、前は開けとこっか。全部開けとくことできるんだ。そうそう。なるほど。本来は、ここにインナーテントをつけれるんですけど、上から垂らして三角形のインナーテントをつけるんですが、別売りで私たち買ってないんですよね。なので、今日は、じゃーん。一番最初に買ったテントだね。そうだね。5年前ぐらいかな。5年前ぐらい。お、3000円ぐらいで買ったこのミニミニテント。めっちゃ安いやつ。これで今日はとりあえず寝ようかなと思います。Carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers? ああ、疲れ。うん、疲れたね。今は焚き火してます。うん。どのぐらいでさ、立てれるようになるだろうね。モニグロ。30分ぐらいで行きたいね。目標は。そうだね。うん。まずさ、時間の話よりも正しい立て方を知るところからなんだけど。夜ご飯楽しみだね。うん。お腹空いてきた。ぶっちゃけもう食べたいよね。食べたい食べたい。もう全然いける。ね。とりあえず、うん、3時のおやつタイムしてます。はい。今日の夜ご飯は、うん、この星に手の届く丘キャンプ場で売ってる、うん、ジンギスカン、うん、を食べたいと思います。はい。めっちゃ人気なんだよね。おぉ、すごい。今日お昼にチェックインできた時も、すごい食べてる方いたし、うん、このキャンプ場に来たらみんな食べるんじゃない？そうだね、やっぱそうなのかな。うん。なんか3種類あるんだよね。そう。3種類あって、1人前ずつ注文しました。うんうんうん、なんかチェックインするときに、うん、あの、ジンギスカンの予約みたいなのができて、うんうん、5時半から、5時45分までの間に、あの、管理棟のところ、受付のところに、取りに行くともうその用意していてくれるんだよね、うん、本当はお昼営業で閉まっちゃうんだけど、うんうんうん、キャンプの利用者限定で夕方も実際にそうレストランで食べることができるのって。なるほどね。そうそう。だからまあ今回うちらはお肉だけを注文して自分たちでやるけど、うん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 、向こうのレストランで行って食べることもできる。そうなんだ、うん、昼間は誰でも食べに来れるところだけど、そう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 、夜はキャンプ場の利用してる人。うん。だと思う。いやー、星はダメだね、今日ね。絶対ダメだ。絶対星に手届かない。ね、届かないわ。今日夜、8度ぐらいになるって言ってたから、やばいよ。でも、秘密兵器持ってきたから。そうだ、安心だわ。どうだろうね。うん。Tomorrow, there's a new day.
wash away the pain. There's a new day. やばくない？初張りにふさわしいんじゃない？この景色。ヨボヨボのテントとさ。めっちゃすごい。絵みたいだね。うん、絵みたい。ちょっと後ろ、山は山。山、山、山。すごい、すごい、すごい。うわ。うわ、なんか、フィルターかけてるみたいなんだけど。え？嘘、嘘、嘘、嘘。マジだ。あ、肉眼で見たらもうちょっと濃いんだけどな。すごい、なんか奇跡じゃない、うん、この空すごいぐらい綺麗なんだけど、こっちやばいよ。めっちゃこれはすごい、え、本当に感動もんだわ。ジンギスカンも時間なので、うん、買いに行きたいと思います。はい、say